テックマスター足尾さんが選び抜いた人生で一度は行ってみたい超絶景カフェとは。まずはこれはすごい。まずご紹介したいのが長野県にあるソラカフェというカフェなんです。ロープウェイでしか行けない場所にあるんですけれども、標高が1770メートルありまして、まさに天空のカフェという場所にあるんです。しかもここはただ標高が高いだけではなくて、地形とか気候が本当に奇跡的な条件に恵まれているので、タイミングさえ合えばこの世のものと思えないような壮大なすっごい絶景を見ることができるんです。あれはすごいですね。早速長野県へ向かい、噂の天空カフェがあるという遊歩マウンテンパークを捜索。少し歩くと、あった。天空カフェのアプローチとなる。オープンウェイ。すると、乗り場で待ち構えていたのは、まるでバスみたいな巨大ロボットが、日本最大だという164メートル、畳20畳相当のゴンドラに乗り、標高1770メートルの世界。およそ8分間の空の旅を終え、ゴンドラを降り、山頂に到着すると、噂の空カフェ、何やらこじんまりとした建物だが、一体これのどこが絶景なのか。いや、ここじゃなくて、併設されているテラスから見える景色が絶景なんです。そこで、カフェの横に目を向け、向かった先にはウッドデッキのおしゃれなテラス。さらに、遥か眼下に望むのは雄大な自然。これぞまさしく、天空カフェ。心地よい風が頬を撫でるリラックスタイム。コーヒーのお供は雲をイメージしたというスフレ、その名もバニラスカイ。しかし確かに眺めは最高だし、コーヒーの味も格別だが、これだったらよそにもあるんじゃないかと思った矢先に、今からがすごい。昼間も綺麗けど夕方はもっと綺麗なんです。雷様の気分が味わえそう。雷様。そして我々の目の前に現れたのは雲の海、雲海。空飛びがある国々が奇跡に満ちているからこその光景。昼夜の気温差が大きく、夕方になると雲が氷結。山に囲まれたこの場所に、その雲が溜まりやすいため、なるほど。